にちは。東堂てるあきです。根本美希です。今回は5日目、岐阜県です。そして今日も演奏してくれるのは三味線が上原淳之介さん、はい、藤本松彦さん、はい、尺八が米谷武正さん、よろしくお願いします。鳴り物が南駒和美さん、お願いします。今回も皆さんよろしくお願いいたします。今回は岐阜県ですよ、はい、世界文化遺産の白川郷の合掌造りとか、ユネスコの無形文化遺産に指定された美濃和紙、ね、なんかすっごく行ったことあります？岐阜のそういうとこない。名古屋から東京で17分ぐらいなんですよね。あ、近いんですよね。名古屋から何分？17分とか。17分でもう行けんですか？あら、じゃあ行った方がいいな。関ヶ原とかと通るといつも雪が、関ヶ原 ね、 ね、雪降ってますよね、新幹線でね、通るとね。そこはね、もう戦いがすごいとこだったんですよ。ねえ、ほんとね、石田三成の陣地もあったとかって言って、はい、歴女にはたまらないとかね、はい、ありますけどね。私はなんつっても飛騨牛がうまいなと思う。飛騨牛うまい。あそこは飛騨牛うまい。飛騨牛美味しいですよね。あの先生のあのお知り合いの方に連れてっていただいた時に、なんてうまい肉だんべと私は。いやいや、本当飛騨牛はうまいね。美味しかったですよね。はい、さあそれでね、いやもう後ろからなんかもう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 して。ね、さて郡上節名も。これも岐阜県の有名なね踊りがありますけど、郡上踊り、国の重要無形文化財に指定されてるんですけども、7月の初旬から 9月までの30日間、毎日夜開催されるそうで、先生行ったことあるんですよね。私行ったの。それでね、踊ってきたの。踊ってきたの。それで踊った後にあのちゃんとね、あの名前を書くところがある。それ名前書いたら、うん、あの免許証くれたの。そう、あのね、免許改伝があるんですって。そう、女性先免許改伝なの。もらったの。踊れんの？そしたら。いや踊れないけど。岐阜県は郡上節の川崎と春駒をお送りいたします。郡上